はい、おはようございます。どんぐらです。またハイクラスパック出るみたいですね。今日公式ホームページで更新されてたんですけれど、来月のパック10月4日金曜日に出るらしいんですけど、そのパックが、ハイクラスパックタッグチーム GX タッグオールスターズっていうパックらしいです。で、これがなんとなくその予想できてた人も多いと思うんですけれど、サンムーンシリーズの集大成みたいなパックになるんじゃないですかね。っていうのも、わかんない人のために軽く説明しておくと、これって再録パックなんですよ。だいたいここ数年で言うと毎年10月11月ぐらいに出てるんですけど、 GX バトルブーストとか、そうですね、最近ので言うと一番近いところで言うと去年の11月に出たウルトラシャイニー、あれと似たようなパックになりますね。ここ数年のうちで大会とかで活躍したりだとか、すごい人気のあったカードが軒並み再録されて、収録されてるすごい豪華なパックと、だいたいこれもね1パック10枚入り500円ぐらいなんですけど、今回も11枚入りで、1パック500円で GX が1枚確定で入ってると、なのでパックの仕様としてはほとんどウルトラシャイニーと似たような感じなんですけれどこのパッケージいいね、どうも来ましたみたいなしっかりピカゼクミュウミュウレシリザと、今の対戦環境を代表するようなカードがしっかりパッケージで主張してくるといった感じで、そうですね、ちょうど今年の11月からはソードシールドもゲームの方発売して、ポケモンカードの方も、剣盾シリーズに入っていくと思うんで、最後にサンムーンシリーズを締めくくる、豪華なパックとしてこのハイクラスパックが出ると。で、肝心の再録されるカードなんですけれど、再録されるカードが2017年12月8日から、今年の2019年5月31日までに発売された商品の中から選ばれるらしいです。なので分かりやすく言うと、拡張パックで言うとウルトラサン、ウルトラムーンからミラクルツインまでのパックの中から、人気のあるカードが再録されると。なんでだいぶ守備範囲広い上に、ウルトラシャイニーの再録枠とめちゃくちゃ被ってる部分もあると思うんですけれど、だって2年もないか、1年半分のカードの中から再録されるわけですからね。多分種類も100種類とかになる、もっと多くなるんじゃないかな。で、今のところ今日公開された情報の中で内定が決まってるのが、パッケージにも映ってるピカゼク、レシリザ、ミュウツー&ミュウ、この3匹はそうですね、未だに大型大会とかでもよく見かけるカードですし、再録されて当然なのかなって感じなんですけれど、ただウルトラサンムーンからっていうことは当然、最近再販されたのか、ただなかなか手に入んなかったパックの、ジンライスパーク、フェアリーライズ、超爆インパクト、ダークオーダー、この辺のパックのカードも含まれるってことなんですよ。そうですね、分かりやすいところで言うとメタモンプリズムスターとかサンダーマウンテンとか、あと超爆に収録されて最近なんか1000円超えてましたけど、レアの普通のチャージアップのアーゴヨンとか、あとそうだ、ダークオーダーのジラーチとかカプコケコプリズムスターとかね、ああいったカードも、今結構高い値段してるし、すごい人気のカードなんで、多分再録はおそらくしてくれるとは思いますけど、これ再録してなかったらちょどうなのみたいな感じで思っちゃうところはあると思うんで、多分この辺のカードは再録してくれるんじゃないですかね。詳しい情報はまた1週間後ぐらいに出るらしいんですけれど、今まで1枚あたりのシングル価格が高いせいで組めなかったデッキも、このハイクラスパック GX によって組める可能性が高くなるとといった意味で、非常にポケモンカード初心者の人とか、結構ねカードのパーツが足りない人にとってもありがたいパックになっていると、そんなところですかね。で、あと個人的にこのハイクラスパックですごい楽しみにしてるのが、あるかは分かんないですけど、なんか今までにその SR のイラストがなかったサポートカードが新しい SR のイラストで出てくれたら嬉しいなとか思いますかね。なんかちょうどこのサンムーンシリーズの1個前の XY シリーズの時もこんな感じのパックが出たんですよ。ベストオブ XY っていう、これで XI のパックも締めくくるパックですよみたいなやつが出たんですけれど、その時もそれまでにその SR が存在しなかったサポートの SR が新しく新規のイラストでいっぱい収録されたんですよ。なのでそれと似たような感じでね、今回もさすがにその再録だけだと逆に今やってるポケモンカードがっつりやってる人たちが特に見向きもしないパックになると思うんで、そういったね新しい楽しみなコレクター的な要素も入れてくれると思うんで、そうですね、個人的には観光客の SR とか来るんじゃないですかね。これはマジで僕の希望的観測なんで、外れても特に僕に文句は言わないでほしいんですけれど、あとはな、その GX バトルブーストの時に登場したガンバリーリエの SR、 あれ今1枚なんか3万ぐらいするらしいですけれど、リーリエとかあとアセロラ、あの辺の SR がもしかしたらなんか新規のイラストで出てくる可能性もありますよね。だいたいこういうハイクラスパックって毎回再録価格すごい豪華だし、あとそれに加えて今ポケカやってる人たちもすごい欲しくなるようなシークレットのカードとかね、いろいろ入れてくれると思うんで、多分豪華なパックになるんじゃないですかね。そうだな、絶対新規のイラストは入ってくると思うから、その辺によってはまたなんかね
たくさん買うことになるんじゃないですかね。また新しい情報が出るのが楽しみだなっていった感じです。あ、余談ですけれど、今日の朝ぐらいかな、なんかポケモンの公式 YouTube チャンネルでポケモンカードゲームの PV が公開されてたんですけど、すごいかっこよかったっすよ。モコウ先生とか映ってたりしてね、まあ、ぜひ見てみるといいと思います。ちなみに僕は雑魚なんで映ってないっす。